えー、この頃ニュース解説をやっていることもあって、ですね、えー、少しニュースに触れる機会が多いんですけども、もうあの頭がしびれちゃうことがありますね、まあ、どうしたのかなと思ってしまうんですねこう、なんか世の日本人が、まあ、頭が破壊したってことはまあないでしょうけどね、もう破壊した頭としか考えられないようなことが起こりますね。 えついこの前も、ある市がゴミ袋の有用化に踏み切ったって言うんですね。それで、なんかゴミが少ない方がいいって言うんで、ゴミ袋を市役所で売るって言うんですよ。まあ、名古屋市もそうなんですけどね。ゴミ袋ってうのはですね、もうゴミを入れるんですから、すぐ捨てるんですよ。<laughs> すぐ捨てるんですからね、普通の頭ならですよ、まあ家の中を見渡して、 まあ、ゴミ袋になるようなものを探すわけですよ、まあ。レジ袋でもいいし、それから誰かからもらった紙袋でもいいし、段ボールでもいいですよね、まあ。そういったいらなくなったものとか、それから、まあ、私ですと、まあ、ちょっと思いつくと、まあ、クリーニングの、えー、なんか袋に入ってきたりするものもあるし、えー、それからもうボロボロの袋でもいいんですよね。もう破ける寸前の袋でもいいわけですよ。それだって捨てるゴミですから。 いつの間にか段ボールがダメになったんですね。で、段ボールを、わざわざ四角い段ボールを一生懸命それを崩して、そしてそれをあの有料のゴミ袋に入れてですね、えー、出すというのがあったわけですね。えっ、ー、と、どうしてこういうバカなことが、もう全くバカですよね。もうアホって言ったらもういいわけですよね。だって 家の中にゴミ袋にな、もうゴミ袋ってはすぐ捨てるものなんですからね、すぐ捨てるものを使えばゴミが減るわけですよ、当たり前ですよね、それをお金出してゴミ袋を買うわけですよ、それも名古屋市の場合、なんか20リットルとか、40リットルとか50リットルとかあるんで、えー、もうあの台所のどっか開けますとね、ゴミ袋がい,いっぱい詰まってるわけですよ、余計に買っとかないと主婦は心配だから。<laughs> それで そのゴミ袋とは特殊な組成でできてるからと違うわけですよ。もちろんポリエチレンですからね。昔、ごまかしがありましてね、これは癒着なんですけど、カルシウムが入っている方がダイオキシンが出ないっていうような変なうかがいかがわしいデータがあってですね、それでカルシウムを入れた服を有料で袋を有料で売ったっていうのがあるわけですよ、ゴミ袋を。しかし、ダイオキシンがもう毒性が非常に弱いっていうことは、もうはっきりしてるわけですね。で捨てるものを買うっていう、 ゴミ袋は捨てるわけですから。買って、そのまま捨てるんですよ。買って、そのまま捨てるのを、資源の節約とか、なんか言ってるんですよね。まあ、基本的にはね、えー、っと、庶民はバカだから、えー、っと、ペナルティをかければゴミが減るってやつだ。つまり、ゴミを捨てるのに金をかける。だけどね、今、我々が地方自治体に税金を納めてるののの一つがゴミなんですよ。ゴミを処理して。 処理させるって言った方がいいですねゴミを処理してもらうなんてと、また自治体が増長しますから、我々が自治体の人を雇って、雇ったんですよ、僕ら、僕らが雇用主なんです、でゴミを処理させていたら、ゴミを処理する方がだんだん偉くなってきて、それで、お前らゴミ袋を買えというふうに雇い主、主人に言うようになった、どうしてかって、いや、俺たちね、業者と癒着してるんですよ。 いやいや、ゴミ袋って今からすぐ捨てるんだから、家にあるレジ袋でも、えー、クリーニングの袋でも、どっかでもらった紙袋の何でもいいじゃないかって、まず言うわけですね。そしたら、こう言いますよ。えー、な、中に何が入ってるか分かんないと危ないから、あ、そう。じゃあまあ一応基本的には透明の袋で出しますよと。で、透明じゃないときは、中が見えるようにしあの、細工しときますから、こういうわけですね。で、段ボールは中が見えないから、あ、じゃあ段ボールの一部をね、切り抜いときますよと。 上から見たら中にあるものが全部わかるようにしときますよ。だってゴミ袋だって新聞紙に包んでしまえば中が見えないでしょうとこう言うとですね、全然もう黙っちゃうんですね。黙っちゃうんですよ。まあもちろん分別したやつなんで一緒に燃やしてますからね。だからリサイクルすると言って分別したゴミを出させて余計に自治体の経費、税金をかけ今度はゴミ袋を有料化してすぐ捨てる。まあだけどゴミ袋の有料化ってのは これ自体がもう痺れちゃいますよ。ゴミ袋。買ったらすぐ捨てるものを買えって言うんですからね。買ったら。えーとね、これだったらいいんですよ。えーとね、えー、ご自宅にあるレジ袋とか、クリーニングの袋とか、透明の袋があったり、透明にほとんど準じて中がすぐ見えるような紙袋とかそういうのあったら、ぜひそれを利用してゴミを捨ててください。ゴミは少しでも減らしたいのでと。まずこう置きますね。そして、 どうしてもゴミ袋として適当なものがないときには、えー、市でもゴミ袋を売ってますが、別に、スーパーで安い、えー、ポリ袋でも何でもお買いになってもいいんだけど、えー、すぐ捨てるもんですから、できるだけ家にあるもう捨てなきゃなんないっていうものをですね、ご利用くださいというのがですね、自治体っていうもんですよ。ねえ、だから、しかしね、このことが、 大手を通って、まかり通るんですよ。それでは私ね、名古屋市のね、こういったゴミの有料化を検討する委員会なんかあってですね、そこに大学の先生とかね、変な評論家とか出てくるんですよ。その人たちがね、えー、っと、ゴミを減らさなきゃやんないから、ゴミ袋の有料化をする。<laughs> 新しいゴミ袋に入れてもらうと。段ボールはどうするんですかいや、段ボールはよく折りたたんで、そして、 有料のゴミ袋に入れてくださいと。あなた、少し頭がちょっとおかしいと言ったら失礼ですが、どっか調使いが外れてるんじゃないですかと、まあこういうふうに言いたくなっちゃうんですね。まあ、実に奇妙な現象ですね。